ご視聴ありがとうございます。板橋家、ハイチーズ板橋でございます。今日は僕のギターアンプのリバーブタンクの交換の模様を記録したので、そちらをお送りしようと思います。時々リバーブが効かなくなってしまうという状態だったんですけれども、ちょっと、不安定なので新品のリバーブタンクを Amazon で購入しました。こちらの C30C2X、2012年か2013年製、現行モデルと言っていいと思いますが、こちらのアンプのリバーブタンクを交換します。後ろのパネルを外してリバーブタンクを取り外しやすくですねするために後ろのパネルを外していきます。ネジは木ネジタイプのやつが木に、木の材料に刺さっていて、ボルトタイプのが金属の、部分についている、というふうになってます。蓋を外すと、裏蓋を外すと基板が出てきます。下の板も外してリバーブタンクが見えてきました。いわゆるピンジャックで本体とつながってます。ピンジャックを外してリバーブタンクは下にネジでしっかり固定されているので、このネジも外してリバーブタンクを取り外します。調子悪かったリバーブタンクの中身を見てみたんですけども、パッと見異常は見られなかったのですが、このスプリングが切れてるのかなと思ってたんですが、実際切れてなかったんです。そしてAmazon で買ったリバーブタンク、こちらアキュートロニクスって読むんでしょうかね、アキュートロニクスの QEB241B というものを購入しました。もともとついていたやつは BL3EB341B という、これも同じアキュートロニクスのやつだったんですけども、こちらと、互換性があるということで、先ほどのもともとついてたやつは、ちょっと立体的な三角形な感じでスプリングがついてたんですが、今回買った QEB241B の方は水平に3本スプリングが配置していられるタイプでした。でこちら大きさはほとんど同じなんですが、赤白のピンジャックの差し込みの色がなぜか逆配置になってるんですが、でもおそらくこれどっちがどっちでも多分曲線は関係ないと思うので、あまり気にしませんでしたが、一応アンプ側からの白を白に刺して、アンプ側からの赤を赤に刺してみてます。また同じように
新しいリバーブタンクをアンプの下部に木材のところにしっかりと木ネジで固定します。そしてピンジャック、ピンコードですね、こちらをつないで、はい、これで接続完了。裏の板を、裏の板をつける前に一回板を鳴らしてチェックです。まずはリバーブオフの状態、リバーブ12時でちゃんとリバーブを聞いてるのを確認します。さらにリバーブフルにしてもう一度、大丈夫ですね、バッチリリバーブが効くようになりました。リバーブオフ、そしてリバーブを全開、バッチリですね。ちなみにこのテストで使っているクレッチの、デュオジェット、こちらはギターの後ろに僕が大尊敬する佐野元春さんのサインが書いてあるんです。音がちゃんと出たので板を、後ろの板を取り付けまして、これはナットタイプのネジですけども、ナットタイプのネジは一番上の列、木ネジタイプのやつとの違い、こちら間違えないように気をつけてください。こちらナットタイプ、ナットタイプは上の4つ。はい、こちらは木ネジタイプ。これを入れようとしたら、ここ入らない。ここは木ネジタイプじゃない、このナットタイプ、ボルトタイプのやつでした。はい、これで全部組み上がりました。最終チェック、まずはリバーをオフで弾いてみて、リバーブを全開にしてもう一度、
が効くようになりました。スプリングリバーブはちょっと振動とか音盤とかの、時に弱いのかもしれないので、引き続き注意して扱っていこうかなと思います。このチャンネルで、板橋家のミュージックビデオを公開してますので、そちらの方もぜひ見てください。そしてチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。